ニュースですよ。なんだどうした？なんとこの度、チャンネル登録者数が1000人を突破したんです。嘘？やったな。1000人、何かに例えるならどのくらいの人数になるんでしょう？飛行機を4回満席にできるくらいじゃなかったかしら。高知県北川村の人口くらいですね。例えがピンポイントすぎる。余計わかりにくいわよ。何を言ってるんですか？え？高知県北川村は全国で唯一ふるさと納税の返礼品に食虫植物がある自治体なんですよ。知るかよ。むしろなんでそれ動画化してないのよ。今ここで触れたことによって動画化したと言っても過言ではないと思うんですが。過言がすぎる。まずは日本語から勉強してこい。それにしてもゼロからのスタートでよくここまで来れましたね。七夕の願いが通じたんでしょうか。これを七夕と言い張る以上、ここはそういうチャンネルでしたね。まあそれはさておき、どの口が言ってるのよ。ここまで来れたのはいつも見てくださった皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。これからもいろんな不思議植物の紹介や解説をどんどん上げていきますので、今後ともよろしくお願いします。どんどん上げていく。今後ともよろしくお願いします。うん、やっぱり食虫植物ないですね。なんで毎度のごとくホームセン連れ回されるかな。食虫植物のシーズンはもう終わってるだろ。そう、シーズンが終わったので冬支度をしなくちゃいけないんですよ。今日はその買い出しです。冬支度、そういえばホームセンで売られてるような食虫植物って冬越せるんですか？食虫植物は多くが多年草なので管理を間違えなければ冬越しできますよ。へえ、そうなんですか。でも確かその管理方法が種ごとに結構違うのよね。何をどうすればいいんだったかしら。そうですね、種類によって冬越しの方法は結構違うので、いくつか例をご紹介しましょう。食虫植物の冬支度、特に何もする必要がない食虫植物たち。まずそもそものお話ですが、準備する必要がほぼほぼない食虫植物も結構います。準備する必要がないというと、外に出しっぱなしでいいってことですか？そうです、そうです。ホームセンターで売られている品種なら、ハエトリソウ、サラセニアと一部のモウセンゴケ、ミミカキグサが該当します。確かハエトリソウはその話聞いた記憶があるな。春に備えて休眠させるために、むしろ寒さに当てなきゃいけないんだっけ？お、この前の動画でハエトリソウの育て方はバッチリのようですね。サラセニアも考え方は同じで、しっかりと寒さに当てて休眠させる必要があります。なのでこれらは室内に取り込んだりせず、冬の間も基本屋外で育てましょう。まあハエトリソウとサラセニアは分かったわ。気になるのは一部って限定されてるモウセンゴケとミミカキグサよ。確かに一部って表現結構困りますよね。具体的には何が該当してるんですか？そうですね、まずモウセンゴケだと、ヨツンディフォリア、アングリカ、トウカイエンシス、スパチュラタ、ビナータ、フィリフォルミス、カピラリ。ストップストップストップ、一体どれだけあるんだよ。さあ、相変わらずの視聴者置き去りスタイル。置き去りすが何ですか？やかましい。全部あげるとキリがなさそうなので、これもホームセンターで売られてる種類に限定したらどうですか？なるほど、確かにそれならわかりやすいですね。ナイス助け舟。で、それだと一体どれが該当するのよ。ホームセンさんという条件をつけると結構限定されまして、モウセンゴケはビナータくらいしか該当しません。ビナータ、和名はさすまたモウセンゴケ。枝分かれした葉っぱが特徴で、ヤツマタ、ヤツマタなどの変種があります。モウセンゴケにしては結構変わった形してるわね。ここにシンクやエクストレマというのもありますけど、これもビナータなんですか？そうです、そうです、いずれもビナータの変種か園芸種ですね。ビナータは冬季の間冬目の状態になって休眠するので、基本的に寒くなっても取り込む必要がないんです。へえ、なんか熱帯植物っぽい見た目なのに意外だな。今基本的にはって言ってましたけど、例外もあるんですか？これはビナータに限った話ではないんですが、株が小さいと冬の寒さに耐えきれないこともあるんですよね。どうしても枯らしたくない場合は、氷点下を下回らない程度に保護してあげましょう。なるほどです。次はミミカキグサだな。これもホームセンさん限定でお願いするわよ。わかりました。ミミカキグサは強靭な子が多いのですが、特に寒さに強いのがワーブルギーですね。クリオネっぽい花をつけるので、クリオネミミカキグサなんて名前で販売されてたりもします。何これ、かわいい。ワーブルギー以外にはないのか？胸を張って冬も外で大丈夫と言えるホームセンさんの子はこのくらいですね。なんか含みがありえない言い方ですね。そうですね、それについては後ほどお話しします。冬季も屋外でいい食虫植物はこんなもんか。ということはこれ以外は何かしらの対処が必要ってわけね。そうですね、これもいくつか対処のパターンがあるので、ここからはそれぞれの注意点についてご紹介していきます。冬前に取り込む必要のある食虫植物、温室はいる？いらない？それでは続いて、外で冬越しができない食虫植物たちについてお話しします。ホームセンさんで該当するのはウツボカズラ、虫取りスミレと一部のモウセンゴケ、ミミカキグサです。こいつらは寒さに耐えきれないんだな。取り込みのタイミングはどうすればいいのよ。
まずウツボカズラですが、これは正直品種によって様々です。なんかわかりやすい例はないのか。以前ホームセンのウツボカズラの初心者おすすめランキングの動画を出しましたが、ここで少し注意が必要な部類としている子たちは最低20度を下回ったあたりで取り込んでしまいましょう。最低20度、結構シビアですね。さらに高めの湿度も必要になるので、エアコンの効いた部屋だと湿度不足に陥る可能性があります。なるほど、だから注意が必要なのね。それってつまり温室が必要ってことか。間違いなくあった方がいいですね。温室がなくても小さい株なら一生ケースや水槽とかで十分です。顔はどうするんですか。いろんなメーカーが園芸用ヒーターを出していますが、少なくともサーモスタット付き、防水、防滴のものを選びましょう。さっきあんた温室はあった方がいいって言い方してたけど、それならなくても大丈夫なの。これは実際に私が温室に入りきらない子でやってる方法なんですが、部屋のエアコンを24時間運転して加湿器で湿度を確保すればいけます。うわ、カビそう。食虫植物は守る、部屋も守る、両方やらなくっちゃいけないのが愛好家の辛いところですね。どこぞのギャングの幹部かよ。ちょっと、昨シーズンはカビ生えてなかったかしら。覚悟はいいか、私はできてる。やっぱ部屋守れてねえじゃねえか。気高さじゃなくて気がらわしさで勝負してどうするのよ。まあそういうわけで、温室はあった方がいいです。よくわかったわ。その他のウツボカズラはどうなんですか。先ほど以外の品種でも連日最低15度を下回るような状況になるとちょっと厳しいので、それまでには取り込んであげましょう。ちなみにアラータやベントリコースあたりは乾燥にもとっても強いので、温室なしで部屋に取り込むだけで冬越しできちゃったりします。なるほど、それならハードルはぐっと下がるわね。ウツボカズラはこんなもんか。次は虫取りスミレだな。あ、そうそう、虫取りスミレについてなんですが、これも種類によって大きく管理方法が異なります。虫取りスミレは大きくアメリカ、メキシカ、ヨーロピアンの3タイプに分類されるのですが、ホームセンで売られてる品種は大体メキシカンなので、今回はそれについてお話しします。なんだかよくわからないけど、ホームセンで売られてる虫取りスミレの冬越し方法ってことでいいのよね。とりあえずはそれで大丈夫です。で、それはどう冬越しすればいいんだ。基本室内に取り込むところまではウツボカズラと一緒ですね。ただ気温の条件はウツボカズラよりも緩めで、最低10度くらいあれば十分です。となると難易度は優しめといったところかしら。湿度の方はどうなんですか。この子たちも湿度は高い方を好みます。なのでこれも結局温室やケース等があった方がいいのは確かですね。なるほどです。そしてここでワンポイント、メキシカンの虫取りスミレは冬の間冬目にすることで、より元気に冬越しをさせることができます。気温を10度程度に下げる以外に、水やりをかなり控えめにすると冬目を作りますので、ウツボカズラ等を育てている場合は別の場所で冬越しさせてあげるといいでしょう。なるほど、取り込みはするけど冬目は作らせる。ちょっと特殊パターンなんだな。さあ次は一部の猛戦ゴケ。ホームセンさんならビナー大概って言ってたわよね。そうですね、よほど品揃えのいいお店でなければその認識で大丈夫です。心配な方は冬越しさせたい子がこの中にいるか見てみてください。で、こいつらの取り込むタイミングと温室の用費はどうなんだ。気温に関しては15度を下回らないくらいのうちに取り込んでしまうのがおすすめです。そして温室なんですが、やはり湿度確保の観点からあった方がいいですね。まあそうなるわよね。なんとなくパターンが見えてきましたね。冬季取り込む植物は温度の確保が第一、湿度は温室を用意するか部屋ごと加湿するかといった感じだな。となると最後に残った一部の耳かき草も似たような感じかしら。そうですね、ただウサギゴケとリビダは例外です。あ、もしかしてさっき含みのある言い方をしてた部分の話ですか。そうです、そうです。温室が必要ないのか。温室どころか取り込む必要すらないかもしれません。え、それじゃさっき準備が不要な方で紹介するべきだったんじゃないの。いえ、この子たち原産地的には熱帯に属するので、その観点では取り込むべきではあるんですが。あるんですが。植物としてものすごく強靭で、寒冷地でなければ日本の寒さを乗り切っちゃうらしいんですよね。なんですかそれ。パワープレイで押し切るタイプだったか。可愛い花の見た目からは想像つかないポテンシャルね。ただ実態としては外で冬越しできないこともないといった感じです。元気に冬越しさせたいなら、やはり最低でも15度程度は確保した方がいいですね。それではざっくりとおさらいしてみましょう。ホームセンで売ってる食虫植物、冬の管理はこんな感じです。あれ、そういやこの前セファロタスとかもホームセンで手に入る的なこと言ってなかったか。そうですね、ただ全部あげてると尺がとんでもないことになりそうなので、今回は一般的に手に入る子に絞ってご紹介しました。いや、あんた用務の助け舟なかったら全部言おうとしてたでしょ。そうでしたっけ。食虫植物に対する記憶容量とその他の記憶容量に違いがありすぎる。食虫植物は別頭なので。別柄みたいに言うな。ケルベロスかよ。ちなみに園芸作業は別腕です。カイリキンさん。というわけで今回の動画は以上です。チャンネル登録と高評価、感想コメントも待ってるぜ。Twitter のフォローもよろしくお願いしますね。それではまた次回の動画で。